私がほらいなかったら覚えてるよ。終わりよね。終わりですね。それを見たい。
その前っていうのは自分の生活の中から学校の行事やとか、この辺りの周辺の生活ぶりやとか、そんなもの書いてあるし、それから5年生で書いてくれちゃった うちの家の間取りみたいなのほら、あれはほんまにね、あんな書く人おらんけね、ちょっとね、思い出すのにやっぱり、あ、こういう家やったというのはね、思い出すしね。まあ大事なのは、やっぱりこの戦時中をくぐり抜けてきたものがこうして残るいうのはすごい貴重な資料でもあるし、それからこれはね、僕が小学校5年の時に養子に行く時に、その時に僕にあの箱を親父が作ってくれて、その箱の中に風呂敷包みであった兄貴の、幼少時代のものと、それから姉さんのものと、それから僕の小学校5年生までのものをね、入れてくれちゃった。それが30になって、もう京都から引き上げて帰ってきた時に初めてそれを蓋開けてみて、それで兄貴に持って行って兄貴に渡した。で、母親のやっぱり託したものっていうのがあるわね、それはやっぱり戦場をくぐり抜けてきたものであるし、なんか伝えたかったものであるし、それをどうするかいうのは僕の使命になってくると。ほんで、いつか機会があったらとも言って、それからアトリエから、兄貴のアトリエからいろいろ運び出す際にこれがまた出てきたきね、ほんで機会やったら見てもらえるかなと思ってから出したんやけどね。まあ何かが残るいうことは、そんな歴史をくぐって残ることがあるしね。でもこれらをきちっと残したお母さんってすごいですよね。やっぱり母親の思いっていうのがこもっちゃうわね。普通ほら、幼少の頃で捨ててしまうやん。まあ大事に持ってくれちゅう母親もおったりもするけども、それだけ、まあ、次男坊に託したいうところがね、やっぱり、ありがたいというか、ああ僕の使命やなというふうに思うわね。というか、僕らはもう知らだった、もう知らん時代やけども、このここにある日っていう、タラフとか一応、昭和20年に、あれで帰ってきちゅうけんど、帰ったあと1年間が黙って、百姓のうちなんかへ行きよったけど、1年経ってからその、陸士を、除隊っていうか、もう再生になったけど、うちへ帰れと、ふるさとへ帰れと言った時のことがこう始まっちゅう、詩も書いたり文も書いてるから、そういうものは土佐山へ行くまで、土佐山の代表教員になるまでのことはいろいろ書いてあるしね、それも大事っていうよりも、もうやっと口を開いた初め、でもそれからあとはこんなことにあんまり触れてないし、ほんで、まあ戦後、戦地から戻った人が口を閉ざしちゃったみたいにね、やっぱり言うてないわけよね。けんど今表出たら海のもんっていうのがあるの、ずっとあるのね、あれはね、兄貴のやっぱり二十歳までに、送ってしまった、友達への鎮魂の思いを海のもんという形で、高知の あの間を使って書いた、秋の門であったり、それから花街道のあの門であったり、市中用に僕は解釈したんですね。まあそういうことに全然兄貴も触れてないし、日記にもないね、けど書き直ししてから自分の立ち位置みたいなものを考えて、後ろ向きをほとんど、ところが最後に
上市の美術館においてもだけはね、うん、正面に見て海から来た道っていうのはない、うん、それだけが唯一の正面向いて旧海の門、海の門のはずやけど海から来た道ということです。まあそうなったらやっぱり戦場に散った人たちが南に行って、うん、それこそ南洋軍とよね、うん、ここで散った人たちがたくさんおるし、まあそういうものだというふうに僕は思うんですけどね。陸軍士官学校、陸軍士官学校、それの最後の癖、うん、ゆうべお疲れ幹部よね、うん、まあそれを引きずっちゅう、うん、最後まで引きずったと、うん、ほんであこにある同期の桜めいた、うん、桜の花がある、うんうん、まあけどサービス精神とは言わんけど、やっぱりそこまで行くまでの間にやっぱり自分の立ち位置だとか自分をどこへ、に存在感として入れるかっていうのがやっぱり、それから自分の作品の向上というのはやっぱりヨーロッパへ行っても随分書いて、それからそれ自分を書き込んだりしてからね、うん、やっちゅうて、ね、で戻ってきて20年ば経ってから自分の最後の仕上げとしてその10年間かけて書いたということも分かるね、うん、一番自分の身近なもので、それを表現しようとしたというかね、うん、まあありがたいことに今になったらやっぱり協力者がたくさんいて、それをこれをやろうとした時にやっぱりそれぞれのギャラリーがねやってくれたということとか、それからもう受付から始まってね、もういろいろお手伝いしてもらわないかんことがあったりね、それやれる仲間が財産だと思いよったけど、まあこういう場になってきたらほら写真と全然違うからね、客層も違うし、ほら、うん、で、まあどういう風になるかなと思って、みんな協力してくれてやってくれたし、まあありがたいと思うけどね。考えたいっていうのは、これをね、これからあとどうするかいう問題になったら、玉城さんが書いたようなことになってくるやいか、うん、けどね、やっぱりそんなこともね、望めるようなあれじゃない、基本でこれを、まあ、このままので維持できるようにして、やっぱりどっかでやるやったらまた見てもらおうというふうには思うね。これは日本の宝ですよ、うん、なかなか芸術家の中で、まあ分野はね、写真と絵画との違いがあると思うんですが、幼少の頃からここまで資料がね、歩みが残ってるってね、少ないと思うんですね。アルケンドというふうにもさっきも筒井先生が言うたけど、ね、うん、また筒井先生の歩き方もまた違うけど、うん、まあ兄貴はやっぱり昭和元年から、うん、戦争への足跡が聞こえてくる、うん、時間がずっと辿ってきた男やから、うん、ほんで余計にやっぱり兄貴としたら最後に身の門も残したかったんじゃないかなと、うん、ほんでああいう形では辻先生らは、南国の楽園みたいな感じでね、うん、先生らのところはなっちゃうわね、うん、それ以上ではないという、うん、まあそれをこう深読みしてもらったらこんな兄貴のあれに至るけども、そこまで読むとみんな苦しくなるだろうと思って、そこまでは言うてない人もおるし、うんうん、
まあ、たくさん聞いていただいて、うん、嬉しいです、やっぱり。外れに多くの人たちがやっていて、で、惜しんでくれるということもあるし、まだ再開できるのかいうふうなね、言葉を聞いて、それから、画集を作ってくれる場合中の、うん、こっちは画文集でお金がどうしたら一中しよね。ほんで大変やけど、画集を、画文集を渡しますけど、一番の理解者や。それはやるかやろ、うん、天気がこんなになってきたらね。ああ、そうか、そうか、そういうことになった。はいはい、はい、どこなるんだ今。まあ、まあ、ぼつぼつ人が集まるし、4時からは、しまうけどね、まあ出てくれ。一郎も、一郎な、ケイもさっき、マサヤさんと来ちゃった。ほんで、どっか、見て回りろと思うけどね。はいはい。はい。はい。が周辺になってよね、こう制御する言うたら自分でも読まんとしょうがないですよね。助手おるわけはないしね、自分の思いを書い中華焼き、あと自分のものは自分で処理せないかんしね、それで兄貴のものもちゃんと見直さないかんしね、それから絵が入っちゃっても絵が小さかったり大きかったりするよ。そんなのをきっちりやろうとしたらね、もう寝どころやないみたいな感じになってね、寝るけどそれでも、大変やったけども、4月になって、さあ4月の11日発行しようかと思って、さあ、準備をして、経緯に、こう書きたい、こう書いちゅうのを見せたら、チェックが入って、まあ、そこは問題ですけどね、また話すときあったら話しますけどね、やっぱり、まあ、今、家を売りに出して売れるようになったということがあってね、もう全部が全部書けないようなものが頭のような、そ
それで、まあ、自分の思いはあるけんど、もうそれを押し殺すような感じで、うん、もっともっと違う、こう、騒ぎになるような、こう、あれになったかもわからんけど、それがなくてよかったなという思いがする。うん、で、まあ、やったこと、できたこともよかったし、このままで静かにも見てもらえたらいいかなというふうに思うね。うん、まあ、ほんで、1ヶ月以上伸びてしもうて、4月の11日の命日に出るはずのものが、6月の7月の末になったということでね、6月の末か。まあ、思いの、兄貴の思いのこもったというか、兄貴の、あれを借りて、自分の思いを綴ったというか、まとめたという本になったね。で、今度は合集になったら、ある程度客観的に書けるし、それはもう作らんと、ファンが承知せんだろうし、もうこの間にも、この中の何はハガキはないですかとか、合集に乗りますかとか言ってね、言うてくれる人がたくさんおるきね、それはありがたいと思うね。それだけ、まあ、根強く兄貴を支持してくれる教え子やらファンがいたということが認識できてね。私はずっとその岩崎さんね、お兄さんのこれを何度か撮ってきたんですが、そのためにね、やっぱ一番感じるのはね、兄弟愛。普通なかなか兄弟でそこまで兄弟愛と言えるほどのあれはないじゃないですか。特に二人が、ほら、一方が例えば、芸術家でもう一方がそうでないならばね、あるかもしれない。両方が共にね、絵画と写真の芸術家で、トップを極めたメンバーで、さらにね、まあ、没後かもしれないけども、その兄弟愛、もっと人間愛みたいなものをね、これは岩崎さんの作品の中にもある。こうまとめて言うと、人間愛のあふれた作品だろうし、それがね、単なる、兄弟のことを取り上げた作品展ではないようなものをね、そこに感じるんですよ。だから、そこまでできるのかっていう、なかなかね、難しいと思うんですよ。こう家庭もそれぞれ違うわけですから、この親子愛っていうのはよくある話なんですよね。兄弟愛っていうのはすごいなと思って、まあ、兄弟にしてもやっぱり母親が結びつけたやっぱり兄弟をちゃんと、10年離れちゃってもやっぱりちょっとちゃんと結べるようにつないでくれたということだと思うけどね、僕はほんまに何年間かというか、ほとんど兄貴と一緒に生活したというあれがないから、あれが言われてもそれがなかったけど、ね、近くにずっとね、年が近くてずっといつもいるような状態ならね、感じる。でもそこまで離れて岩瀬さんがあえてこう、この上のね、兄さんに対しての思い入れのスタートっていうのは一体何なんですか。こんにちは、ありがとう、どうも。それがすごいな。まあ、くずすがきは惜しいですね。ねえ、もうちょっと続けれたら ね、続けたい。本当、今日らももう最後に送った、うちへほら来てくれよった人たちにはね、200何十人っていう、あまり数を最後はもうしてなかったけどね、その人たちに送っちゃったらね、その人らが今日はだいぶ来てくれるぐらい、もうここ2日ぐらい前から来てくれ始めてね。もう最後やきでやってきたとから言う人ら、
結局司法なんかでも一番上はもう僕らより久保川時代の人は80いくつになっちゃうしね、うん、それから大津なんかにしてももう70以上になっちゅうの、うん、僕が小学大学の時に高校生いう場合はほら、うん、わずかしか違うんやけど、うん、そんな人らもねやってきてくれて、これは一郎長男がやってきたけど、うん、まあ一郎というか同じような帽子をかぶるというのを、うんうん、同じ、東京のね帽子を売ってるところでね、違う、これは違うろ、そうか、同じところでたまたまね、僕が買うた翌日またそこへ行ってからね、何のいいやつなわけじゃないけどね、買うて僕は新幹線の中の写真に、うん、袋が写ってて、紙袋が、それを、ね、オーバーライドで言っとった、俺も買うち俺と思ってそんな甥っ子、それが小津時代の子供やね、小津校へ行く時代の誕生になるかな、あれ今回はないよね、小津へ兄貴が行く時、親父が行く時の時代に生まれて、僕が可愛がった子、あんちは全然可愛がってない、俺がおらん時代の契約ね、知らんっていう、そこでちょっと他人行儀なところがあるわ、うん、まあ、アルバの時は可愛かったけどね、全然違うような、に違うおじいになっちゅうし、63になっちゅうしね、ああ、もうそれ、すごいね、違います、時代がスッと飛んでしまうという、でも、こらしもでよかった、いやいや、もう思い上げなかったというよりも、これよね、病気したことも思い上げなかったけど、いやいや、もう最後、それは私の不注意やけど、もうそれは不注意もね、やっぱり祝賀会のもね、何やったって言うて駆けつけないかんとこで、うん、怪我もそうやしね、やっぱり病気は本当にね、肉体がどう思って出てくるかわからんという、突然にやってくるんで、恐ろしいことあるね、突然でもないよね、もう、うん、重なって重なって、よう、まあけど、ようこれぐらいでね、済んだと思ってたら、よかったと思います。まあまあ、うん、左手も右手も 80% 戻ったんで、まあ元気でおらないかんで、そう、まだね、これからがね、うん、いやもう体気をつけてくださいね、はい、僕は倒れてもまた生き返るようなベニシエでもねあの日使命持っちゃうのか、使命が何かっていうのは ねやっぱり期待されるものも持ってないですし、うん、それはね、うん、大事ですよ、こうやってこれだけ抱えちゃったらね、やっぱり生かされちゅうね、そりゃそうですね、絶対殺さらせんと思って、うん、裏切られん限りは大丈夫だけど、裏切るやつもおるけどね、まあ、それはもう、ね、やっぱり、うん、そう思うような人もおるけどね、それが寂しくなっていくし、ほら、ほんで、老いることはもう人、孤独になることやからね、多分、なんかそういうところでね、落ち込んだら、やっぱり、うつ的な症状になったりね、するけども、やっぱり、肉体的なことはもうなかなか分からんうちにやっていくっていうことがあるけどね、それは気をつけない。まあ、